ただ記憶力もほぼほぼ全て覚えられますよという人はまずいませんから、うん、確かに、まあ、あくまで標準的な人の範囲、知識の範囲で申し上げると大事なんですけれども、うん、はい、まあ、人間そんなできたものじゃないと、はい、データベースじゃないですからね。確かに、うん、あんまりそういう定石を作ったりするのっていうのは AI を用いた学習の本流というほどではないのかなというふうには思ってますね。まあ、学習ですからね、うん、確かにそういう、もちろん定石っていうのはすこぶる強い力を持っているので定石作成しただけでレーティングが、うん、あのソフトの間でまあ、確かに確かにぐんと上がる定石を作るというメリットはあるんですけれども、はい、まあ、まあ先ほども申し上げた通り、はい、人間って記憶力が完璧では当然ありませんから、うん、データベースのように正しくというか、はい、その手をなぞれるとは限らないので、はい、そうですよね、うん、あとなぞった先に自分が正しくさせる局面が待ってると限らないというのが怖いところで、その読みの蓄積なしに突然その局面に放り出されるわけですよ。あ、はい、で知っているがゆえに逆に読まないわけですよ。あ、答え知ってたら確かにその同じルート通ると決まってたら、いざどうですか、読まれます？確かにそれ最初から答え分かってるのに考える意味ないですもんね、その時点では。確認として読むとかはあると思うんですけれど、うん、知らない状態のように真剣に読めるのかという、果たして棋士ってつまらないところで長考しているように見えるじゃないですか、はいはい、でもあれって結構、まあ、大事な面もあって、あ、しっかり土台の部分を固めていって前提の条件をそこで掴んでいるから先の局面でもその前提が使えたりするんですよ。あ、その文脈っていうか、そ、あ、そうですそうですそうです。もちろん定石を作成しているときにそういう研究とかをして、いわゆる研究と呼ばれるところですね、うん、をしているときにその文脈も込みでしっかりその中終盤までやれていたらまた違うのかもしれないですけれど、うん、当然その棋士が自力で40分とか50分とか考えているのを家でやるわけがないので、うん、まあ、やるといってもちょっと違うやり方になりますから。確かに。なのでまあ結構こうそういうところで逆につまずいたりしかねないという面はありますね。まあ、それが人間の限界とまで言いませんけれど、まあ、コンピューターとの違いでもあるんでしょうね。とするとやっぱ AI の、まあ、いい使い方っていうかとなるとどういう感じになるんでしょう。まあ、前提としてまだまだ AI というか、まあ、将棋ソフト、はい、コンピュータ将棋の導入されたばかりの黎明期なんですよね、はい、まあ、本当に最初の対戦するというところはもう過ぎて、はい、まあ、ちょっとずつ活用が広がっているんですけれど、まだそこがようやく一段落 したかなぐらいのところで、まだまだ黎明期なんですね。だから正直言うとまだ誰にもわからないですし、正解という言い方をすると変なんですけれども、まあ、まだまだそのところがこれから快諾されていくところだと思います。なるほど。そうか。ただ少なくとも個人的にはデータベース化するして確かにそこは強くなる面はあるんですけれど、そっちではないんじゃないかなというふうには、まあ、前々からずっとは思ってます。お、深い。いや全然深くない